カルテルがエスピリトサントのカルトに渡している金の保管場所を破壊して、そうすればエルスエーネはラ・サンテラを信頼できなくなるはず。ドローン展開。新たな敵を発見。崩れる音がするぞ。生き埋めにされる前に脱出する。急げ。エスピリティサントの状況はどう？順調だ。今金の保管場所を爆破した。ホルトが落ち込んでる。じゃあさっさと立ち直らせて。 ISA によるとサンタブランカは残りの金を安全な場所に移そうとしてる。連中より先に保管場所に行くのよ。了解。エステバン・イバーラはラ・サンテラの相談役であり、エスピリトサントのカルトをカルテルとつなぐパイプよ。イバーラには死神サンタ・ムエルテに会ってもらいましょう。紹介してあげて。この経験なる者たちの出発を共に喜ぼう。今あなた方の前に立つのは、この男だ。自尊心の強い傲慢な男だった。自分が特別だと思っていた。だが今はサンタ・ムエルテの圧倒的な正義の前に屈し、恐れ涙している。兄弟よ、サンタ・ムエルテの前では皆が平等であることを知りなさい。彼女は我々を迎えに来る。例外なく平等に。5人目のターゲットは。だが最初に迎えが来るのは、彼女の偉大さを理解しない者、ドルとハンバーガーで世界をひざまずかせようと目論んでいるアメリカの悪魔どもだ。断言しよう。サブマシンのターゲットを確認。カルテルの代わりにここを仕切ってるんだろう。深い言葉かイカれてるかどっちだ。そういう場合大抵イカれてる。アーメン。乗ったぞ、出発だ。よし、了解。起動された方がいい。ターゲットを確認した。ターゲットを発見した。ターゲット発見。交戦開始。仕留めた。サンテラのカルトの運営資金はエルスエーニョから来ている。金の保管場所を見つけ出して破壊して、エルスエーニョのカルトへの信頼を失わせて。近くで敵が動いてる。ドローンユニダコの兵が来る。身をかがめろ。敵がいる。新手の敵だ。3人目がいた。
敵を発見。またいた。あいつで5人だ。ここには警報がある。敵をマーク。あいつで10人になる。サブマシンガーを持ったターゲットがいる。ターゲット発見。15人になった。敵をマークした。敵は20人。数えた限りはな。配置につく。狙いやすい位置を探す。ターゲットを確認した。ターゲットを確認。気をつけろ、タレットだ。敵を発見。静かに。俺たちがいるのはバレてる。配置に着くぞ。Ya sacamos la pinche guarida de esos güeyes y no hay nada ahí. Vamos a seguir buscando y dar con su pinche rastro. 俺たちの位置はバレてない。ユニダットのヘリが巡回してる。気をつけろ。くそ、崩れる。ここから出るぞ。急げ。ちょっと待て。ヤツらの幹部が逃げようとしてる。金の保管場所を全て破壊。任務完了だ。蓄積を。同じ気持ちだよ。ラ・サンテラの礼拝堂の場所が分かった。留守かもしれないけど、噂によればエルスエーニョが書かせている聖書が保管されてる。ラ・サンテラを捕らえられなければそれでも十分よ。スナイパーを発見した。準備完了。敵をマークした。ターゲット発見。あ
あそこにスナイパーがいる。やつで5人だ。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。反乱軍にエリアの偵察を要請した。おい、敵がいる。80ミリを持ってやがる。配置につく。ターゲットを狙いやすい位置に移動する。位置につく。了解。ターゲットを捕まえる。合図をくれ。一人倒した。気をつけろ、タレットだ。配置につくぞ。狙いやすい位置に移動する。確認した。了解。ターゲットを捕捉。撃て撃て撃て。配置につく。配置につかせてくれ。待て、狙いやすい位置につかせてくれ。待機する。ターゲット確認。合図をくれ。撃つぞ。危なかった。Chingaos, ¿qué estará haciendo mi jefecita? Lyokai, 移動する。位置を変えた方がいい。ターゲットを発見した。ターゲットを確認した。ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。¿Y le dijiste eso al sujeto? ¿No es verdad? ¿Para qué te haces? Tango down.配置につくぞ。狙いやすい位置を探す。
ターゲットを捕捉。了解。ターゲットを確保した。ロスト、ターゲットを逃がした。了解だ、移動する。怪我なすよね。ターゲットを確認。敵を排除した。Por la santísima muerte, culeros. Aquí no queda ni uno.注意しろ、奴らは異変に気づいてる。配置につく。ターゲットを確認。配置する。撃つ。配置につくぞ。もっと狙いやすい位置に移動する。くそ、いい位置を探さないと。ターゲットを確認した。了解。ターゲットを捕捉。準備完了。合図をくれ。敵は死んだ。コピー。さあ集まれ。ふわ、敵か。少し危なかった。配置につく。狙いやすい位置を探す。わかった。ターゲットを捕捉。了解。ターゲットを確認した。合図をくれ。攻撃を開始するぞ。やったぞ。やつを倒した。了解。
配置につく。この辺りで情報を入手できるかもしれないぞ。問題ないようだ。ドローン展開。了解だ。狙いやすい位置に移動する。くそ、いい位置を探さないと。了解。ターゲットを確認。準備完了。合図をくれ。攻撃を開始する。敵を排除。位置につくぞ。もっと狙いやすい位置に移動する。位置につく。ターゲットを確認し、ターゲットを確認。いい位置を探さないと。ユニダットのヘリが巡回して、合図をくれ。気をつけろ。了解。配置につく。戦闘準備完了。ターゲットを排除。よし、警戒だ。安心しろ、まだ大丈夫だ。スエーニョの聖書を探そう。ラサンテラが執筆を手伝ってるらしいぞ。宗教とドラッグのミックスとは虫図が走る。だが賢い、信仰は人を強くする。火曜日ってだけで全員行かれちまう信仰もあるしな。いいから見つけるぞ。了解。ターゲットを確認した。あった、撤収するぞ。よし、これでラ・サンテラもスエニも動揺するに違いない。ラ・サンテラは個人的なシカリオ部隊を使って人々を統率している。奴らを始末してエル・スエニュや信者たちの前で彼女の威厳をなくしてやって。気をつけろ、敵がうろついてるぞ。こっちにカルテルのメンバーがいる。建物の横だ。ドローン飛行。巡礼ルートだな。アメリカ、メキシコ、中米からの巡礼者の宿として建てられたんだ。待て、こっちの方でカルテルが動いてるぞ。弊社みたいなものかもな。おそらくラ・サンテラの管轄下だろう。あったぞ、仮設弊社だ。機嫌悪そうだな。ラ・サンテラ専属のシカリオなら、サンタブランカの精鋭だろうな。しかも数が多い。もしかして怖いのか。配置につくぞ。ターゲットを捕捉。探す。くそ、いい位置を探さないと。了解。ターゲットを確認した。準備完了。合図をくれ。何も見えない。ドローンがジャミングされてる。
ターゲット排除。奴らの幹部が逃げるぞ。すごい十字架だな。スペインにある戦没者の谷に少し似てるな。ほら、あの内戦のモニュメントだ。スエーニョも大したもんだ。凄腕の建築家やエンジニアを抱えている。シカリオを二人確認。どこだ。建物の近くだ。配置につく。狙いやすい位置に移動する。待機する。配置につく。ターゲットを発見した。合図をくれ。配置につくぞ。ターゲットを狙いやすい位置に移動する。戦闘準備完了。悪党が一人減った。配置につく。狙いやすい位置を探す。分かった。位置につく。奴らが仲間の死体を見つけやがった。奴らの幹部が逃げる。合図をくれ。応戦開始。ターゲット排除。信号が悪い。一安心だ。ドローンがジャミングされてる。構え。撃て。了解。やばいぞ。見つかった。ボーマー、今エスピリットサントのごついシカリオたちと交戦したぞ。武器は下ろさないでおいて。その付近の拠点の座標を送るわ。バック飾りに乗り物いないよ。出発してくれ。敵を確認した。カルテルのメンバーが一人いる。どこだ。その汚い廃棄場の近くだ。
ターゲットを捕捉。周りに注意しろ。あいつで3人だ。配置につくぞ。もっと狙いやすい位置に移動する。ターゲットを捕捉。了解。ターゲットを確認した。しかりを2人確認。建物の横だ。5人目のターゲットがいる。敵を発見。周辺に複数の民間人がいる。奴らの幹部が逃げようとしてる。配置につく。狙いやすい位置を探す。ターゲットを確認。敵を捕捉したが、近くに民間人がいる。いい位置を探さないと。準備完了。合図をくれ。ラヌケどもにお見舞いしてやる。一人倒した。大丈夫だ。心配ない。位置につくぞ。もっと狙いやすい位置に移動する。わかった。位置につく。了解。ターゲットを捕捉。ロケダリアポリモン。ターゲットを確認した。最後までしぶとかった。奴らには幸福という概念がないらしい。よくやったわね。これでラサンテラはもうおしまいよ。噂によると杖には聖書をなくされたことにかなり怒っていて、滞在だなんて言っているみたい。彼女を監禁して公開処刑するつもりよ。じゃあここは終わりだな。いいえ、ラサンテラの名誉はもう十分に傷つけたから、次はスエーニョのこの大掛かりな見せしめを潰す。ラサンテラを助けろっていうのか。ラサンテラを助けろと言ってるの。ボーマーアウト。スエーニョはラサンテラへの信頼を失い、彼女の処刑を画策している。先に彼女を見つけて逃げ道を作ってあげて。ラサンテラ、別名セイントメーカー。狂気に駆られた女、完全にイカれてる。いい子で敬虔なカトリック信徒だった。創身の鬼女サンタムエルテに出会い、ハマるまではエル・カルデナルがサンタムエルテの光だとすれば、ラ・サンテラは影の快楽主義者。カルテルの作り出した歪んだ聖人ね。人を見る目に長けたエルスエーニョは彼女を雇って説教させてる。サンタムエルテにとっていいことはサンタブランカにもいい。エスピリトゥサントに彼女の聖域まで作った。カルテルでのラ・サンテラの役目は忠誠心を強めること。手柄を立てるほどサンタムエルテの加護が得られる。銃弾から守られたければ200キロ密輸しなさい。永遠の富を得たければいとこを5人勧誘しなさい。天国に行きたければ敵を10人も殺しなさい。まるでクズ番付ね。信じる者は救われ、カルテルに尽くすほど死の聖人が幸運をもたらしてくれる。そして確実なのはラ・サンテラ自身が信者ってこと。
丈夫だ。新たな敵を発見。気をつけろ、タレットだ。敵がいる。よし、ターゲットを確認した。配置につく。このゲスどもめ、私を忌み憎む者たちの子孫孫孫まで待機する。サンタムエルテの裁きがあらんことを。やったぞ、やつを倒した。助けるなんて。アーメン。ハックカタリに増援を要請した。一旦シャドモメ、話しなさい。さもなくば、撃て。サンタムエルテの神聖なる裁きが下る。何が逃げるぞ。あなたたちその家族の血で川が赤く染まることになるでしょう。怖いこと言うな。スナイパーだよ、シュレット。ヘリが来る。ヘリだ、ゼロ。ヘリを片付けた。敵はいない。よって子孫ともどもこの地上から消されるがいい。お前は見捨てられた。自分の子孫を心配しろ。信仰は自己の犠牲。あなたたちには何も見えていない。真実を見て理解し始めた頃には手遅れよ。ビバラゲリラ。サンタムエルテは我が石、要塞、救世主。翼で我を包み、嵐から守り、敵に天罰を下したまえ。お前の天罰は、正直、大したことない。私は何もしていない。サンタムエルテは道を照らす光。信仰は違法じゃない。ええ、だけど犯罪組織に人を勧誘するのは犯罪よね。審判は神とサンタムエルテが下す。ここではそうはいかないぞ。許しを求めるならスエーニョについて話せ。我はユダにあらず、スエーニョを裏切ることなどありえない。ねえ、あなたみたいなタイプは刑務所で嫌われる。地獄を見せられるわよ。地獄でも信仰は揺るがない、うん、それがどこまで通用するかしら。
私の地獄は甘くない。ノマド、エスピリトサントではよくやってくれた。シカリオたちの反応はどうだ？泣いたり、罵ったりしてる。 ISA が盗聴した会話によれば、カルテルの士気は過去最低よ。この調子で奴らを追い込んでちょうだい。ボーマン、アウト。お許しを、私は罪を犯しました。その魂に宿した秘密を告白なさい。お許しを、私は罪を犯しました。恐れられるだけでいいと思っていました。しかしそれは間違いだった。勝利には愛が必要なのです。自分が愛されないのはなぜか。それは他者を愛さなかったからだ。愛されたければ愛しなさい。ありがとうございます。母の日も、そして子供の日にも医療を提供するのがいいだろう。教育もな。人々に全てを与えなさい。彼らは家族だ。聖書にはこう綴られている。人を知りたくばその行いを見よ。